私は卒業試験に落ちた。決して勉強を怠っていたわけではないが、学力というものは本人が思うほど伴っていないのが世の常だ。幸い此花校長先生が配慮してくれて、私は就職に備えたインターンシップ中という扱いになり、学校が指定する場所で120日以上の実習を経験すれば卒業に最低限必要な単位を認められることになった。ありがとう校長先生。早速私は義務課の大見神社に赴いて巫女として働いた。桜が散って新緑が燃える頃、次の実習先が出雲大社に決まり、そこで梅雨を迎える頃まで働いた。その後は琵琶湖の真ん中にある秩父島の弁天社でいつもよりちょっと長めの梅雨を明けるまで働いた。どこの神社でも仕事は楽しかった。私は試験は苦手だけれど世渡りは得意な方だから、どこの神社でも結構可愛がってもらえたのだ。でもそこで私は気づいてしまった。私が可愛がってもらえるのは巫女さんとしてであって、女神様としてではないということに。私の夢は縁結びの女神様になることだったはずだ。決して巫女さんとして可愛がられることではない。私はちょっと、いや大いに悩んで校長先生に相談の手紙を書いた。すると校長先生からは、その気づきこそがあなたにとって必要だったのだという返事が来た。そして私が6年間どうしても単位が取れずに留年を続けている原因の必修科目飛翔術の担当教官でもある吉川先生の協力のもと、実習の総仕上げとなる特別な卒業試験を用意してくれるという。名付けてプロレス好きの校長先生らしいネーミングだ。開催通知によるとテストは今日からの3日間。え？今日から？会場は九重県へたかた市。九重県？へたかた市？それどこ？
本来なら即刻除籍になるところですが、校長先生から追試のプログラムを準備せよとのご指示がございましたので、今日から3日間短期集中で課題に取り組んでいただくことになりますので、よろしくお願いします。はじめまして、吉野です。よろしくお願いします。ここ、へたかた市で会ってたんですよね。はい、つくも県へたかた市八角あざ弁天無番地。あなたの追試プログラムはすべて野外活動で、1日目が奉仕活動、2日目が史跡調査、3日目が実技試験という構成になっています。わかりました。作業服に着替えてください。10分後に作業開始です。はい、一生懸命やらせていただきます。どうやら予定通り始まったようですね。よかったわ。ここに無事につけるかどうか怪しかったんだから。そうなんですか。そう、天女としての基本中の基本、飛翔術をまだマスターしてないの。私が必修科目で担当したんだけど、彼女は6年間も持ち越してる。今回だって座標設定を私がし直したからよかったようなものの、彼女があのままで設定したままだったら5年前のここにたどり着いていた、あの桟橋ができていない頃の、それも真冬にね。そりゃ大変だ。現世に飛んできていきなり冷たい八角湖にドボン。今校始まって以来の問題児かもしれない。収束先で失敗をしたらもうフォローできないわ。彼女の女神としてのポテンシャルが大きいだけに、開花させられなかった時の責任は問われかねない。はあ、神様の世界も大変なんですね。人間世界と同じよ。それはそうと、市長の杉平さんはお元気？はい、会って行かれますか？この後打ち合わせで会う予定になっておりますか？いえ、どの道この3日間でお会いすることになるわ。今日は失礼する。天女学館の校長のこの花桜がよろしくお伝えくださいと伝えてください。場合によってはご迷惑をおかけすることになるかもしれないけれど、それはまあお互い様ということで、杉平も承知しているはずです。恐れ入ります。今日はこれで。お気をつけて。いつも忙しいからね、たまにはこういう時間がないとね。お疲れ様だったわね。はい、はい、そういうわけで、うんうん、無事受け入れは完了しました。ありがとう。はい、はい、で、何これ、何これ。あとは島子さんの対応でお願いしたいと思っています。はいはい、なかなか難しい生徒さんのようで。ソメイヨシノ、はい、うん、何これ、留年3年、はい、ってことはもう後がないってこと。はい、天女学館以来在籍6年。すごい子ね。初めてだそうです。まあ、がっかりしなくてもいいわよ。こういう子ほど意外なポテンシャル持ってるものよ。あの副校長だって昔はギンギンにぶっ飛んでたんだから。そうなんですか。先ほどまでご一緒していたんですが、うん、分かんなかった。特別変わったことのないおとなしい感じの方でした。おとなしいか、
まあ、近々ね、食事会なども計画されてるみたいだしね。あ、そうですね。市長とはこの 2,3 日中にお会いするという予定になっておりますか。あなたも一緒に行ってもらうからね。その時に昔の話聞いてみたらどう。面白い話が聞けるわよ。いえ、あの女神様にそんなようなことは怖いのでやめておきます。そうかな。はい、たたられたら困りますんで。あ、そっか、分かった。じゃあ私から言っとくわ。え、なんかね、教育長がね、あなたの過去に興味があるけれども、たたられたら怖いから詮索するのはやめるわ。やめてなんでよ。このソメイヨシノさんってどんな花を咲かせてくれるんだか楽しみだわね。まあ水でもやってよ。はい、はい、いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。頑張ってね。いやー、別に全然頑張っちゃってないんですけど。吉野さん。はい。お昼です。食事にしましょう。校長先生へ。追試の初日が終わりました。ひたすら体を動かして汗をかく一日でしたが、なんだか気持ちのいい疲れ方です。この町は空気がとてもきれいです。先生が私をここに送った理由がわかるような気がします。しまこさんから今日の課題については合格点をいただきました。明日も頑張ります。おはよう。おはよう。君は誰？君こそ誰？怪しい者ではござらぬ。通りがかりの女子高生、ソメイヨシノと申す者でござる。で、そなたは？来月が好きなの。僕も今村翔吾の時代小説が好きだけど、テレビはあんま見ないから時代劇はよく知らないな。私も時代劇はあんまり見ないけど、君の髪型がお侍さんみたいだったのでつい。あ、でも市川雷蔵って俳優さんは好きかも。知ってる？結構昔の人らしいけど。DVD でしか見たことないけど、僕も好きだよ。まあ、ちょっと影があるとこがいいよね。そうなんだよ。で、君は誰？立花健。この境内はいつも僕が掃除してるんだ。え、そうなの？あら、おはよう。今日も早いよね。おはようございます、まこさん。どうしてこの人が掃除してるんですか？昨日からここでホームステイしてるの。自分の寝るところくらい、自分で綺麗にしてもらわないとね。いつもです。予選では明日まで。場合によっては今日でおしまい。そうなんだ。吉野さん。はい？明日までいられるといいね。この街結構面白いとこが多いんだ。美味しいものも多いし。なんだったら僕が案内してあげるよ。いやー、残念ながらそんな時間はあるわよ。え、校長から連絡がありました。今日の実習は縁結びの遺跡をめぐるフィールドワークです。この町にある縁結びにまつわる場所を現地取材してください。今日の指導教官はたけるくんです。え、この子が指導教官？僕？そうよ。悪いけど、この子のガイドをお願いできるかしら。この子はね、女神様になる学校に通ってるんだけど、成績が良くなくてね、退学になっちゃうかもしれない瀬戸際なのよ。で、禁止の3日間のプログラムの今日は2日目。へぇー、女神様になるんだ。すごいね。いやー、なり損なっちゃったから今ここにいるんだけど、
縁結びの女神様になるのが夢なんですって。だからこの町の縁結びにまつわる場所を二人で巡ってほしいの。たけるくんそういうの詳しいからお願いできる？いいよ。周りに小掃除してもらっちゃったし、雷蔵ファンってことも分かったし、違うかも。雷蔵ファンだったの？吉野さん早く言ってよ。私も大好きなのよ。もう雷様って冷たいようで儚げな笑顔がもうたまらないわよね。じゃあ今日は吉野さんの指導教官お願いね。食事とか交通費とかは全部こちら持ちだから安心してね。じゃあ美味しいものいっぱい食べましょうね、吉野さん。え、うん。寝るな。紙アプリって知ってる？ゲーム系？占い系？いや、なんか検索するやつらしいけど。ひょっとしてニニギのこと？何それ？ああ、それ最近噂の？神様がどこに出現するか予測するやつね。マジ？ありえない。裏神道のカルトが運営してるらしいよ。カルト？やばそう。でもニニギってなんか可愛い。おいおい、天皇家のご先祖様だぞ。え、そうなの？まあね、カルトっていうよりオカルトかも。それ有料？多分。カルト教団の収入源？ありがち。あ、無料。へえ、入れてみようかな。あちこちの神社から大ブーイング必須。なんで？神様がいるいないを判定しちゃうから。まあ普通いないけど。普段はね。いつ出現するかどうかを予測するっていうのがミソ。お祭りの日とか正月三が日とか考えたね。考えたやつ神だね。ありがとう、タケル。いただきます。ございますと言いたい。お話があるようでしたらどうぞ中へ。散らかってますが。あり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 。がとうございますと言いたい。どういたしまして。さあさあどうぞこちらから。携帯の電源は切っておいてください。変わった電源の切り方ですね。よろしかったらどうぞ。仇の家へ行っても口は濡らして帰れと申しますよ。いや、結構です。おや、動き出したようですね。あなたの監視対象者が。あなたは一体何者ですかと言いたい。状況的には
そちらから名乗るのが礼儀ではありませんかな。失礼しました。私こういうものでして。あれ、名刺が中田武美さんと名乗りたかったんですね。本名ではないでしょうけど。ああ、これ庭に落ちていましたのでお返しします。私は木俣赤心と申しますが、あなたが探しているのは私で間違いありませんか。はい。で、ご用向きは。神様の出現を予測してマッピングするアプリ、ニニギというのはあなたが作ったんですか。ああ、そのことですか。最近よく噂されているようですが、なぜそんな噂が出たのか私が知りたいくらいです。根も葉もないデタラメですよ。私自身はそんなアプリ見たこともないし、ましてや使ったこともありません。世間が噂しているようなアプリなら、そもそも私には縁がありませんので。なぜです。世間は私の教義を裏神道と呼んでいます。つまり日本の伝統的な神道に対するアンチであると。だとすれば、私が既存の神々の出現を期待したり予測したりするはずがない。でも、それではなぜこんなコンピューターが必要なんですか。これスパコン並みのスペックですよね。時空の狭間を把握するためです。何のために。荒はばきを鬱行させるためですよ。私の主催する団体がどんなものか調べてからここへ来たんでしょう。はい。荒はばき保存会。荒はばきは確か恵比寿の神様です。縄文の神様と言っていただきたい。というより、素朴で崇高な生命と魂の共鳴体と言うべきか。魂の共鳴体。そうです。究極の平和に必要な意識です。支配のための力ではなく、共存のための知恵を重んじる心。その実践の場として時空の狭間を把握し、そこへ荒はばきのパワーのくさびを打ち込む波動を送っているのです。この腐敗した弥生時代を一刻も早く終わらせるためにね。こう見えて結構切羽詰まっているんですよ。今人類は存亡の危機に立たされている。怪しげなアプリの企画などに関わっている暇はないのです。言葉の一つ一つは理解できるのですが、あなたの世界観が理解できません。理解を求めてはいません。状況を説明しただけです。では、なぜあなたが私の監視対象者をマークしているのですか。彼女はあなただけの監視対象ではないのですよ。彼女はかなりのポテンシャルの持ち主です。天女としてはいささか出来が悪いようですが、スペックは素晴らしい。時空の狭間を大きく開くタイプなのです。だから自動的にこのマシンたちが監視対象として拾い上げたのです。彼女をどうするつもりですか。質問の意味が分かりかねますが、私は彼女をどうするつもりもありませんよ。彼女を荒はばき復興のために利用しようとしているのではないですか。どうすればそんなことができるのです。彼女を拉致して洗脳して保存会の代表に仕立てるとでも。仮にそんなことが可能だとしても、それは縄文の理想から最も遠いやり口です。そんな方法がうまくいかないことは歴史が証明している。うまくいかないことを確かめるために、同じことを何度も繰り返すのは弥生人の悪い癖です。失礼しました。近頃はだいぶ慣れましたがね。匿名なのもいいことに、ネットで変な噂をまき散らかして散々人に迷惑をかけておきながら、まるで責任を取ろうとしない連中にはいささか抵抗しております。あなたもネット情報に振り回されるようではまだまだですね。一歩引いて自分の頭で考えてみてはどうです。ネットの情報のほとんどはゴミだとわかるはずですよ。すみませんでした。謝罪の気持ちが少しでもあるのでしたらどうでしょう。その印に私どもで販売している商品を買っていただけませんか。
これなどいかがです？あれ、これは有名なあれですよね。そう、有名なあれです。遮光器道具。はい、本物のレプリカです。は？土産物屋で売ってるようなまがいものではないということですよ。細部まで精巧に再現された遮光器道具です。わかりました。お詫びの印に購入します。おいくらですか？ SML とありますので、お好きなサイズをお選びください。お値段はこちらの表にございます。ねえ、 S でお願いします。ありがとうございます。カードはご利用になれませんが、現金は円とケビンが使います。どちらになさいますか？ケビンで。では20万ケビンになります。ありがとうございます。領収書はいただけますか？もちろん。宛名はエビスコーポレーションでしたっけ？大黒天コーポレーションです。これは失礼。では商品をご用意いたしますので、しばしお待ちください。大丈夫よ、気をつけてくださいね。夏休みなのに学校なの？学校なんです。期末で赤点取っちゃって後がなくて。あら大変。でも頑張ってね。あなたなら優しいから大丈夫。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。みはるさん、今日ここあったっけ？ないんですけどね、来ちゃいました。返事聞かせてもらいたくて。困ったな。屋上行こうか。はい。夏ね、風が熱っぽい。私には世間の風がずっと冷たいまんまだけど。どうしてそんな風に感じるの？美穂さんが冷たいから。私ってそんなに冷たいかな？ごめんなさい、冷たくなんかない。私の気持ちをそらそうとするのはずるい。私の気持ちを分かってて答えを先延ばしするのはずるい。すっごくずるい。私ってずるいのか。おお。お？ゴーロー！すげえ！最近ちょっとブームになってるんだ。市長の杉平さんはこう新しい縁結びのスポットとして売り出したいらしいよ。そこに神社もあるし、やり方次第で観光名所にもなるんじゃないかって。いわゆる愛の南京錠だね。ここにある南京錠、どれもちゃんとチェックが入ってる。どうしてだろう。チェック？どういうこと？ああ、業界用語だけどね。神様にちゃんと願いが届いてるってこと。この丘の上の神社は何？三能社だよ。三鷹で一番古いって言われている。徳
前家康さんと北方をつなげた神様でもあるんだ。そうなの？違う、これは姫さんじゃない。もっと雪の方、多分出雲だと思う。だったら何？こっち来て。これのせいかも。東方伝説発祥の日？これどうしてここから光が出てるの？光？吉野さんには光が見えるの？あれ？そうか、人間には見えてないんだ。これ何年か前に観光協会が建てたらしいんだけど、詳しい由来がわかんないんだ。でも噂にはなってる。これは通信装置なんだって。通信装置？うん。この石碑の正面を指す方向に、武者神社っていう神社があるんだ。大名口、つまり、出雲の大国主の御事をお祭りしている神社だよ。そこは、大和武が上陸したと伝えられていて、この石碑は神様をサーチして結界をつなげる通信装置の役割を持っているんだ。そこ行ってみたい。案内してくれる？いいよ。一辺駅まで戻るけど。うん。の両親が亡くなった事件のこと、美晴さんは覚えてる？うん。ストーカーが起こした火事に巻き込まれちゃったんだよね。姉につきまとっていたストーカー男が警察に逮捕された。でもなぜかすぐに釈放された。その男は逆恨みして姉と兄の家に忍び込んで焼身自殺を図った。6月の暑い日だった。
消防署に電話を。警察にもだ。ここから離れろ。ああ、ゆりさん、頼むから一緒に死んでくれよ。やめて、梅ヶ崎さん、お願い。昨夜2時ごろ、江高田市の住宅街で火事があり、焼け跡から3人の遺体が発見されました。地元の消防と警察によると、深夜2時過ぎにこの家に住む美咲ゆりさんと思われる女性から、侵入してきた男が火を放って暴れているとの通報があり。おお、へいゆー、みんなすごいニュース入ってきたよ。発見された遺体はこの家に住む尾崎太一さん、ゆりさん夫妻と太一さんの元同僚で鳴波市在住の梅ヶ崎光大さんだってよ。最も損傷の激しい間からは灯油を撒いた、あっちゃ灯油撒かれちゃったんだ。灯油を撒いた形跡が見られ、へいゆー。放火したと思われる梅ヶ崎光大容疑者はゆりさんへのストーカー行為でこの日の午前中に逮捕されましたが、事件の直前に釈放されたばかりでした。不幸中の幸いはタケルが入院していたってこと。中学校の入学式の前の日に事故に遭って、そこから長いこと入院していたんだけど、ようやく明日が退院っていうタイミングだった。タケルはマウンテンバイクで吉祥神社の東参道を降りようとした時落ちちゃった。みんながやめろって言ったのに、こんなのわけないとか言って、みんなが止めるほどムキになってさ、結局半分ぐらいまで降りたところで木の根っこにタイヤが引っかかって、自転車から放り出されて一番下まで落ちていった。腕も足も変な方にも張っちゃってるし、顔も血だらけだったし、死んじゃったかと思った。あの時はやんちゃだったな。事件を起こしたストーカー男は隣町の地主の一族で、父親は国会議員の秘書だった。息子の不始末を認めて
タケルの養育費の支払いを申し出てきたわ。うちも兄の家も早くに両親を亡くしていたから、タケルの親族は私だけだったの。弁護士が私のところにやってきて、見舞金とタケルが成人するまでの費用として算定した金額を受領する和解書を持ってきた。そして今後一切マスコミを含む第三者に対して事件に関わる発言をしないという誓約書もね。何それ、ひどい。もちろん全て断った。姉と兄が築いた幸福を暴力的に奪い取った挙句、金と権力に物を言わせて黙らせようとするなんて絶対に許せない。これからのタケルと私の生活にそんな連中の汚れたお金がつきまとうのも耐えられない。うん。だからタケルと養子縁組をした。二人で頑張って生きていくつもりだった。なのにタケルは記憶をなくしていたわ。中学卒業して高校行ってればね。でもあの事件があって記憶が飛んじゃってから僕は学校に行ってない。だから僕の肩書きは元小学生なんだ。検査とかは？いっぱい受けたよ。でも記憶が戻る方法は分からなかった。今はどれくらい記憶が戻ってるの？本当のこと言うと戻ってきた記憶はないんだ。今の僕は5年かけて自分のことやこの町のことを学習して身につけた記録でできている。リアルに生きているのにその半分以上がデータとしてインプットされたものだから、ロボットみたいなものかな。それはその、なんて言ったらいいか。かわいそうだなんて思わないでね。感情は人一倍豊かだって自負があるから。それに、ん？記憶に障害があったり、それが原因で学校にも行けなくなったことが結果的に役に立ったこともある。どういうこと？ストーカー男の父親がいろいろ仕掛けてきた時期があるから、自分が秘書を務めて国会議員の選挙前だった。どこかの週刊誌に事件の原因が僕の両親に非があるような印象を与える記事を見つけた。それを真に受けて身勝手な放火殺人事件の犯人を純愛を貫いて死んだ若者として取り上げたワイドショーもあった。美穂さんも僕もものすごい傷ついたし、落ち込んだし、悔しかった。そんな時、僕が記憶をなくしていて学校にも行けなくなっていることを公表することが、着せずしてあいつらへの簡単になったのだ。美穂さんが念のために取っておいた誓約書の写しを公表したら、奴らは沈黙せざるを得なくなった。そうなんだ。すごいね、タケル君。美穂さんもすごい。二人で頑張ったんだね。かっこいい。でもね、美穂さんはどんどん笑わなくなっていった。昔の写真で見る限り、事件前はもっと明るくて、しょっちゅう旅行にも行って、その度に変なお土産を僕に持ってきてくれる人だったはずなんだ。僕の部屋にはなんだかわからない石とか貝とかおもちゃがいっぱいあるんだけど、それってみんな美穂さんのお土産なんだって。あの人基本的には楽観的なボヘミアンなんだって大田先生が教えてくれた。大田先生って？僕が入学するはずだった中学の先生で、今は下手方市の教育長さん。美穂さんの恩師でもあるんだけど、ずっと僕たちを気にかけてくれて、今の僕があるのも大田先生のおかげ。記憶が戻るまでの間は記録でつなげなさいって、家族の写真とか町の歴史とかそういうのをとにかく覚えるようにアドバイスしてくれて、学校には行かなくてもいいように手配してくれたんだ。いい先生に巡り会えたんだね。うん、私もそうだけど。下香さんを紹介してくれたのも大田先生。この町の成り立ちを一番よく知っている人だからって。でも縄文時代から話が始まっちゃった時はどうしようと思った。
縄文って。それがさ、なんだかわからないけど島子さんが話してるとなんか頭にすんなり入ってくるんだよね。昔話を聞いてる感覚で楽しくて心地よくて興味深くもあって、自分で調べてみようっていう気にもなって、聞いたことは全部わかりやすく教えてくれて、それがまた次の興味にもつながって、僕は結局学校には行かないでほぼ毎日弁天様に通ってた。そしたらなんだかこの町にもすごく詳しくなってたんだ。なるほど、そういうことか。美穂さんも島子さんとはすぐ仲良しになってね、弁天様にいるときは結構笑ってるよ。でも勤務先ではアイスドールって呼ばれてるんだって、島子さんが教えてくれた。アイスドール？ちょっとやそっとじゃなびかないようなクールな女のイメージだね。仕事ができてルックスが良くてみたいな。うわー、会ってみたいな。身内が言うのもなんだけどルックスはいいと思う。でも僕はもっといろんなとこになびいたり、いろんなところに出かけては変なお土産を持ち帰ってくるボヘミアンな美穂さんと一緒にいたいな。タケルくん！美晴さんはあの頃流行りのツインテールで中学の制服を着てきた。中途半端にスカートが長くてどんくさかったな。ひどい。でもあの時は何を着ていったらいいのかもわからなかった。むちゃくちゃどんくさくて果てしなく可愛くて泣きたくなったよ。タケルはこんな可愛い子と幼稚園も小学校も一緒に過ごしてきたんだなって。タケルの中に私の居場所はあるんだろうかってものすごく不安になった。話をしているうちにその不安っていうのが伝わってきました。本当にタケルのことを心配しているんだなって、タケルが羨ましくなったほどです。それなのにタケルったら記憶をなくしちゃって、私のことを覚えてないのはまだ許せるとしても、こんなに心配してくれる人がいるのにそれが誰かもわからないなんて、なんてことだろうって。タケルに怒るのは筋違いだってわかっているけど腹が立って、おバカ男子そのままなんだもん。本当に辛いのはタケルだって分かっているのに、それもなんだか気持ちが収まらなくて。そしたら美穂さんが茶葉とスパイスを一緒に煮込むミルクティーを作ってくれて、それがすっごく美味しくて、あんな体験初めてだった。体の隅々まで甘さと温かさが広がっていくようで、ものすごく幸せな気持ちになれた。それが恋に落ちた瞬間。私なんか好きになっても一つもいいことないのに。いいこととか楽しいこととかそんなこと期待してない。私はただ美穂さんにそばにいてほしいだけ。私の思いを受け止めてそこにいてほしいだけ。美穂さんはもっと美穂さん自身を好きになるべきだよ。え？ごめんなさい、私変なこと言ってる？ううん、そんなことない。そっか、私もっと自分を好きになってもいいのか。絶対そうだよ。だってだって自分を好きになれないのは心が弱いからだよ。私もそうだったからよくわかる。でもミホさんと会ってこの人にきちんと好きだって言える人間になろうとして、いろんなことに前向きになれた。不器用だし頭悪いし性格暗めだし、小学校ではいじめられたし、いいことないけどそれが私で、そんな私でも人を好きになれる、それを気づかせてくれたのが美穂さんなのに、その美穂さんが自分を好きになれないような弱っちい人だなんて、そんなの辛すぎる。そんなの嫌だ。繋がってる。すごいな、ここって。いろんな時間や場所に繋がってる。出雲にも縄文にも。だからあのフェンスの南京町にはチェックが入っているんだね。そうなの？うん。私ってこう見えてってどう見えてるかわからないけど、学校の成績はともかくとして、神様の気を感じる能力だけは強いんだ。
この能力だけでなんとか6年も高校生やってこれた。もう後がないけど。地球の神様に殴られなかったの。残念ながら一回も避けられてる気配を感じる。正直本当は女神には向いてないのかなって自信をなくしかけてるんだ。校長先生によると、私は生い立ちが特殊だから自立するのは難しいかもしれないって。女神様を目指すのに生い立ちって関係あんの？古い世界だからね。特殊な生い立ちって。私に宿ってるソメイヨシノって桜のこと。新しい品種で成長が早くて花つきが良くてとっても人気になって、あっという間に日本を代表する桜になったのに、ソメイヨシノには子孫を残す能力がないんだ。うん、実は結ぶけど発芽はしないんだってね。増やすには接ぎ木をしないと。人の手を借りないと命がつながらない。そういう桜の手をやろうっていうの。これって女神としてどうなの？自立した存在と言える？吉野さんが目指してる自立がどういうものかわかんないけど、僕は吉野さんは十分に女神様の素質を持ってると思う。どうして？人の痛みがわかるから。多分須奈子さんが僕を外在君に指名したのは、僕や美穂さんのことをどう受け止めるか確かめるためだと思う。ちょっと特殊って意味では僕らは似た者同士だし、吉野さんは話しやすいから僕は多分教えなくていいことまで喋っちゃったと思う。でも吉野さん全部聞いてくれたよね。どうすればよかったのにとか差し挟むこともなかった。そうだった？うん。それで最後にすごいって言ってくれた。かっこいいって言ってくれた。それが嬉しかった。え、だって本当にそう思ったんだよ。美穂さんもそうなんだけどさ、僕も実はかなり突っ張ってるんだ。美穂さんにあまり心配させたくないし、須奈子さんや大学先生や幼馴染の美晴にもいい格好したいし。でも結構きついんだよね。吉野さんにはきっとこの元小学生は本当はヘロヘロなんだってお見通しだよね。でもかっこいいって言ってくれた。ありがとう。心配ないよ。神様じゃなくたって見てくれてる人はいるよ、絶対。弱音を吐きたい時には吐けばいいの。ああ、私が女神様だったら絶対君のこと守ってあげられるのにな。あれ？あっちゃー、このタイミングで鳴るか。しょうがないな。ねえ、何か食べに行こう。この辺で美味しいお店知ってる？任せて。ネズミ男だ。うそ、見たままじゃんか。少しはボケろよ。お前たちのボケ役は俺じゃない。いや別にコンビ変わってもらってもいいんだけど。俺はいいよ。お前たち仲悪。なんでコンビ組んでるのか意味がわからん。行きがかり上仕方なく組んでるだけなんで、言いがかりはやめてくれ。頼むからそこをどいてくれ。お前たちに用はない。俺はトイレに用があるんだ。だってさ、どうする兄弟。誰かに頼まれたことはとりあえず断る。というのが俺たちのポリシーだ。そうだった。悪いな、ネズミ男さん。他を当たってくれ。当たったから行くんだよ。どけ。しょうがねえな。間に合った。これさ、よかった。ところで、お前たちに頼みがあるんだが。お前、俺たちに頼み事ばかりしてるな。さっき初めて会ったばっかりなのに。紙をくれ。何？紙が欲しいんだ。お前もか。俺たちも探してるんだ。俺たちの女神様な。俺たちの女神様はどこに向かったんだ？焦るなよ。
イニギでちゃんと追跡できるだろ。ニニギ？お前たちそのアプリを持ってるのか？ああ、これそまさしく神アプリだ。ゴールは近い。俺にも見せてくれ。そのアプリを見せてくれ、俺にも。やなこった。探すのにずいぶん苦労したんだ。簡単に見せてたまるか。そんなこと言うなよ、相棒。それすり合うも多少の縁って言うじゃねえか。つまずく石も縁の恥ってな。チェ、相棒は心が広すぎるぜ。なあ、ネズミ男さんよ。いくら出す？金か？今は持ち合わせがない。遮光器道具ではダメか？ダメだ。どうせそこらの土産物屋で売ってるまがいものだろう。前も騙されたっけな。よく見たらメイドインジャパンだった。がっかりしたぜ。輸入品だったらもうちょっとマシだからな。毒は本物だ。いや、本物のレプリカだ。保証書もついている。保証書付きだってよ。どうする？しょうがねえな。社会保障だと思って手を打ってやる。見せてみろ。これだ。かっこいいな。うん、悪くない。これならいいだろう。交渉成立か？本当か？ああ、気に入った。じゃあ、代わりにお前の欲しいものをここに置いていく。存分に使うがいいや。なんだこれは。俺が欲しいのは、とりあえずこれか。畜生、バカにしやがって。俺が欲しいのは、こんなものじゃ。いい風が吹いてるぜ。種まきには最良の日だ。あまねく世界にこの種が届き、芽を出し花を咲かせ実を結ばんことを。そして我らが女神様の降臨を叶えんことを。順調だそうよ。お宅の問題児、特に変わったことは起きてないわ。あとは明日の実技に合格すれば OK なんでしょ？まだまだ気が抜けないわよ。あの子が致命的に間違えるのはいつも最後の最後だから。そうなんだ。じゃあフォローの体制強化しておかなくちゃね。悪いわね。副校長は待機しているかしら？今日はね、ランチをご一緒したのよ。ディナーはなんと、あの代打教育長がお相手するはずよ。あら、うまいことやったわね。あの二人、結構馬が合うかも。そう、あのジャジャ馬が、あの堅物と？そうなのよ、わからないわね、こればっかりは。そっか、でもおかしいわね。え？何が？私たち、仲人目線になってない？あら、やだ。ほんと。やねえ。年取ったね。お互い。ほんと。あら？どうしたの？なんかね、空が変なの。
さっきまで晴れていたのにね、急に暗くなってきた。丘の方から黒い霧のようなものが降りてくるわ。何これ、どうしたの、何が起きたの。ちょっと何が起きたって聞きたかったの。私もよ。何これ、電気は来てるのに、いっそ停電の方が諦めがつくわ。消しちゃおっか、ろうそくの方が落ち着くよ。いいわね、ろうそくならいっぱいあるし。季節外れのクリスマスみたい。あなたがそれ以上まずくない。せめて元旦祭とか剣闘祭とか言いなさいよ。あ、聞かなかったことにするけど。すみません、しなこさん、天女学館と連絡は取れないのよ。通信網が遮断されているみたい。でもね、吉野さん、はい、新たに通知がない場合は追試のプログラムに変更はないものと判断するの。だからフィールドワークはこのまま続けます。いいわね。はい。でもどうやって。タケル君、はい、今日の指導教官を務めたのはタケル君だから、あなたが今日のプログラムの合否を決めるのよ。今日一日を振り返って判断してください。それはもちろん合格です。ランチ美味しかったし。え、そこギュッてしてくれて気持ちよかったしまあいいわ。では追試プログラム2日目も合格とします。ありがとうございます。ありがとう、タケル君。でもハグはしてあげない。言わなきゃよかった。そんなことないよ、ありがとう。おやおや、こんばんは、しまこさん。タケルいます。あら、みほちゃん、タケル君いるわよ。ごめんなさいね、遅くまで手伝ってもらっちゃって。まさかこんな天気になるとは思っていなくて。あなた大丈夫だった？ええ、あれが吹き始めた時にはもう家にいましたから。でもなんだか気味が悪いですね。停電でもしてるんですか？いいえ、なんだかついたり消えたりイライラするからろうそくにしたの。この方が落ち着くでしょ。季節外れのクリスマスみたいですね。あ、ほら同じこと言ってる。この人はいいの。どなたですか？ソメイヨシノさんだよ。女神様になる修行中なんだって。今日は僕が市内を案内したんだ。お昼おごってもらっちった。そうだったの、ありがとうございます。はじめまして、吉野です。美穂さん、ハグしてもいい？え、あれ、なんだか温かくていい気持ち。体の隅々まで甘さと温かさが広がっていくようで、ものすごく幸せな気持ちになれた。こんな感じだったのかな。え？ううん、なんでもない。美穂さんとタケル君、すごいですね。お話伺って私、美穂さんに憧れちゃいました。そんな、すごくないです。
私はただ夢中にやってただけで。そうでしょうね。でも少しリラックスした方がいいですよ。だいぶ肩凝ってます。ええ、今日他の人にも言われました。美晴と仲直りできたの？ええ、別に喧嘩してたわけじゃないけど。こんばんは。あれ？何このろうそく？クリスマスみたい。3人目タケル、あんたなんか勘違いしてない？それから吉野さんだっけ？はい。私の美穂さんに変なことしないで。ははーん、あなたがタケル君の幼馴染の美晴さんね。そうだけど何か？はいはい、それまで。せっかくみんな揃ったんだから何か美味しいものでも食べましょうよ。ちょっと待ってて、今用意するから。こんばんは。おやおや、今日は大盛況だね。あら先生、どうしたんですかこんな時に。こんばんは、しまこ、久しぶり。しょうこ、あんたも一緒だったの？そうよ。座って。ありがとう。吉川先生、どうしたんですか？ひょっとして私また何かやらかしました？違うわよ。ヘタカタの市長さんにこの花校長からのお礼を伝えに来たのよ。せっかくなので吉川副校長先生とディナーの予約をしていたんですが、この突風騒ぎで急に部屋が取れなくなりまして、まあ幸いに料理は折り詰めにしてもらってきましたので、吉野さんの激励がてらこちらにお邪魔しようということで。せっかくなんで一緒にお召し上がりになりませんか？ラッキー。ありがとうございます。吉野さん、今日は合格？はい、おかげさまで。よかったわ。でも油断しないでね。あと1日あるのよ。最後の最後まで気を抜かずに頑張るのよ。はい。ところでこの変な風のことなんですけど。私もびっくりしたわ。小さな黒い粒がいっぱい飛んでて、風はもう止んだんだけれど小さな塊がいっぱいある。気味が悪い。何なのかしら。私のせいじゃないですよね。大丈夫。今回のこれは何者かによる迷惑行為よ。代打教育長とも話をしていたのだけれど、このヘタカタには敵意を持つ者がいるらしい。あの市長の杉平市長は結構敵が多いって聞いたから。確かにですね。うん。せっかく八角湖の周りをきれいにしたのに、おかげで台無しです。八角湖の水もなんだかどす黒くなってしまいました。一体誰がこんなひどいいたずらを。こんばんは。夜分遅くに申し訳ありませんが、お邪魔してよろしいでしょうか？はい、今行きます。今夜お客さんが多いね。キャッ！どちら様ですか？何か用でしょうか？怪しいものではございません。私、中田武美と申します。大黒天コーポレーションという人材派遣会社の代表兼派遣社員をやっております。大黒天コーポレーション？はい、ご存知で？どこかで聞いた覚えが。もしかして天女学館に求人票いただいてなかったかしら？はい、縁結びの女神様をお一人大至急ご紹介していただきたく。私どもは出雲に本社がございまして、主に神社への人材派遣を中心に活動しております。わかりました。大変ありがたいお話なんですが、何しろこの時期は少々中途半端でして、我が校は基本的に4月入学、3月卒業というシステムとなっていますので、新卒者は全て就職しております。ただ例外的に留学生とかインターンシップ中の生徒が9月卒業となるケースもございます。現在1人実習中の生徒がおります。今回推薦する人材としましては当然その生徒となるわけですが、よろしいでしょうか？それはもうこちらとしても事情が事情ですので贅沢は申し上げません。ただただ何でしょうか？前任者が倒れたということもありますので、当方といたしましても
とにかく元気な女神様をご紹介していただきたいのです。健康で元気であればいいんですね。大丈夫です。何か具体的なご要望はございますか？とにかく忙しい職場ですから、それに耐えられるよう3つの条件を満たした方をご紹介していただきたいのです。3つの条件と申しますと？はい、天真爛漫、身体爽健、会食快眠、この3つです。いかがでしょうか？ご紹介していただけますか？大丈夫です。その3つの条件にぴったりの生徒がおります。天真爛漫、身体爽健、会食快眠。快眠です。失礼。最後の日程は具体的にいかがでしょうか？急いでいるので明日と言いたいところですが。明日、3日ほどお待ちいただけないでしょうか？そうすればその子も準備が整うでしょうし。とってもいい子ですよ。天真爛漫、身体爽健、会食快眠。快眠、快眠。では3日後にお伺いします。またその時ご本人と詳しい話ができればと。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。こちらこそ。なぜ吉野さんの尾行を？一応当方としましても事前に調査をする決まりがございますので。それはそうだけど、ここでバラしてしまう理由はなぜ？状況が変わったのです。通信が遮断されて出雲に帰れなくなりました。どういうことですか？この黒い粒の正体をご存知で？いや、見当もつかない。ただ何か良くない気配はする。これは悪意の種です。何ですって？悪意の種、町にばらまかれると人々の心の影の部分に根を下ろし、周りに対する不満や悪口、陰口、孤独や嫉妬や強欲を栄養にして成長するのです。すると人々は互いに疑心暗鬼になり、悪意はますます成長する。放っておいたらどんなことになるか考えただけでも恐ろしい。あなたはなぜそんなことをご存知なの？実は我が社でも以前取り扱っていたことがありまして。何か打つ手はないのですか？湿気には弱いのです。地表にまかれてから24時間以内に雨が降るとほとんど無害化するのですが。確かこの先3日間くらいは晴れの予報だったような。はい。なんてこと。通信網さえ復旧すれば水神ネットワークに応援を求めることができるのに。あっ、吉野さん、そうだ、通信装置といえば山王台だ。あの石塔が使えるかもしれないわ。行ってみよう。うん、私も行く。私が車を出します。急ぎましょう。雷様、雷様。おかしい。今朝感じた空気と違う。あちこちで結界が断ち切られている。豊臣さん、豊臣さん。はい、それでは現場からお伝えします。本日午後、下手方市山王台にある異次元通信装置が何者かによっていたずらされ、一時的に異次元間ネットワークが数時間にわたって遮断される事態が発生しました。偶然下手方市で研修中の女神実習生がこの異変に気づき、市民の協力を得て復旧にこぎつけましたが、下手方市周辺ではこの日突然の黒い粉末が大量に空を舞うなど異常な事態が同時に発生したため、何者かによる悪質ないたずらとみて当局は捜査を進めることにしています。以上です。はい、ありがとうございました。復旧しましたね。よかった。では応援の手を。はい、お願
お願いします。あ、街の明かりが普通に戻ったみたい。本当だ。あとは雨を降らせるだけだね。大丈夫かな。あんなにたくさんの悪意のため流し切れるかな。心配はご無用です。この町の、いや、この国の水神様を取りまとめているのが誰だか皆さんはご存じないんですか。え、誰。ひろこさん。その通り。ほら、早速。一体誰が。怖いよ。この近くに誰かいるんじゃない。その可能性が高いわね。お帰りなさい。みんなありがとう。おかげで通信網が回復して雨乞いは大成功よ。吉川先生、これが悪意の種をまき散らかした犯人の車みたいです。なんですって。え、やっぱりだ。あいつらの仕業か。雨が降ってきやがった。せっかくの種まきが無駄になっちまった。人生に無駄はつきものさ。時にはその無駄が人生を豊かにする。豊富は金じゃ買えないなんて言っているやつらがいるか。本当にそうか。女のは金を稼がなくてもいい幸福な連中の騒ごとさ。不幸な俺たちは金を払ってまで悪意の種を買ってまく。いっそ善意に切り替えるかい。善意じゃ儲からない。そうでもないだろう。善意ってローマ字で書いてみろ。 Z-E-N-I。 ほら、善意になる。お前座布団が欲しいのかよ。おお、聞かせてもらったよ、黒服ども。あんたたちだったのね、悪意の種をまき散らかしたのは。許せえ。この町を悪意にまみれさせたその悪行、バーチに値する。なんだお前ら。って聞かれて正直に答えるやつは。私はソメイヤスの縁結びの女神様に内定してる天女学科の卒業予定者よ。ずいぶん微妙な立場だな。ぶっちゃけただの高校生じゃね。6年生なのよ。そこいらの高校生とは違うのよ。しなこさん、それは言わないで。ごめん。お前たちは、下手方市迷惑防止条例違反で現行犯で逮捕。ないところだけど、天女学館副校長、吉川翔子先生の嘆願によって、それはなしとする。吉川翔子先生に感謝して、さっさとここから立ったれ。翔子様、本当にこんなとこにいんの。マジで人力の予測通りじゃん。ほら、このクソ逃げどもが。お前ら、まだそんなことやっとったんか。ああ、翔子様、我らが永遠のアイドル。どうかその場庭でもう一度俺たちを駆り立ててくれ。伝説の天の川バス通りに吉祥天に初代ペットの翔子様、今再びのご降臨を。バカかてめえら、おめえらいくつになったんだ。人様の商売にまで出会ってしょうもない悪さしやがって。このクスガキが大概にしやがれ。おお、やっぱり変わってない。そのバリ雑言お忘れですか。親衛隊ナンバーワンの腹黒です。ナンバーツーのセコイ野郎です。わかっとるわ。おめえらが昨日あたりからこの辺うろついとったのは知っとったんじゃ。この半端もんが。わしは恥ずかしいぞ。今から国帰るけついてこい。お前ら当分シャバの空気は吸えんようにしてあるけんな。覚悟しいや。まっこと腹立つ。わあ、翔子様の親衛隊でよかった。また旅ができる。これこそ
金では買えない幸福なのであります。だっとるかす。ごめんなさい、私も不徳の致すところです。申し訳ありません。証拠いっぱい。しまこ、先に帰るわ。みんなに合わす顔がないから。吉野さん、あと一日よ。頑張るのよ。はい。あの黒服コンビ何だったんですか？ひがみみたいなものかな。ひがみって、どんな味が使う鬼のことですね。よっぽど吉川先生に熱を上げてたんですね。どうだろう。10歳だけでかい幼子が母親を求めているようにも見えるわね。見えるわね。でも吉川先生って怒ると怖いですね。私、6年もよく怒られなかったな。あの勢いで怒られてたら、絶対やめてるわ。あれ？なんでしょうね、これ。ポイントはこの場所で点滅してます。現在って、そのった、出現中ですって。おはようございます。わっ、びっくりした。いつの間に。これが噂の神アプリ、イミジですよ。その日、その場所に出現する神様を予言するのです。ってことは？現在点は、しまこ様。そのたってのは？あなたでしょうね。そうなった。まあでも神様にカウントされてるだけで良いでしょ。まあいいか。昨夜は随分と雨が降ったのね。夕方からは風も強かったから町が妙に散らかってるわ。足元が悪いから今朝のお散歩はやめておきます。今日はお疲れですか？はい、昨日の雨でね、足元が悪いから今日のお散歩よ。お休みなんだそうです。先日は雨、ごちそうさまでした。とんでもない。私、今日でここ最後なので奥様によろしくお伝えください。誰だれるといいんですがね。伝わりますよ。一昨日も昨日もそこでお二人お話しされていましたよね。ごく普通のご夫婦のように、とても自然で、私にはもうあなたが亡くなっているとは思えませんでした。お互いを思いやる気持ちがしっくり寄り添っているのでしょうね。奥様はきっと見えなくてもあなたがそばにいることを感じていると思いますよ。窮屈に感じてなければいいな。大丈夫、そんな時にはきっとあなたにも奥様は見えないでしょうから。なるほどね、安心しました。お幸せに。ありがとう。あなたもね。はい。あら、あなた、浮気はダメよ。いろいろあったけど、これが最後の課題です。この花校長から直々に三菱県の出題がありました。これです。最終課題実施、無事に天女学館まで戻ってくること。ああ、この花先生、ありがとうございます。よかったわね。でも油断しちゃダメよ。あなたは最後の最後で失敗するからって、この花校長も心配していたわ。特に師匠術が不安だって。ちゃんと計算できるの？座標計算間違えるととんでもないことになるのは重々承知してるわよね。はい、担当だった吉川先生に見てもらったら入力ミスの原因がつかめたので、もう大丈夫です。どうやら私、数字の0を入力するとき、英語のオンをしちゃってたみたいなんですよね。はぁ、
そんなことで6年も？あなたって一体。でも無事に戻って、いつもに就職したら、縁結びの女神様として一生懸命働きなさい。みんな期待してるからね。はい、頑張ります。しのこさん、お世話になりました。たけるくんとみほさんとみはるちゃんと大田先生にもよろしくお伝えください。いつか改めてお礼に来ます。待ってるわ。はい。ゼロとオの入力間違いもなし。これでよし。では、さよなら。吉野さん、待って。え？どうしたの？たけるくん。僕、記憶が戻ったみたいなんだ。え？本当？今朝から涙が止まらないんだ。胸の中がものすごく苦しくて悲しくて辛くて、もうなんかよくわかんない。母さんと父さんが殺されてしまったショックを記憶に蓋をすることでなかったことにしたかったのかもしれない。そんな風に言ったドクターもいたけど本当だったのかも。でも記憶が戻らなかった時より何十倍も辛いんだ。もうこんなんだったらいっそのこと戻らない方がマシだったのかもしれない。タケルくん。美穂ちゃん。吉野さん。美穂さん、タケルくんが。記憶が戻っても、いいことばかりではないって、大田先生も言っていたんですが、やはり、そうでした。でも、一時的なものだと思います。いずれ、乗り越えなければならないことだと、頭では分かっているんですが。始まりは終わり、終わりは始まりって、どこかな？え？ちょっと二人だけにしてあげましょうか。はい。あったかいね。ごちごちの黒い悲しみとか怒りとか、そういうのがほどけてる感じ。僕の心の中にも悪意の種があったのかな。君の心は真っ白で柔らかいよ。悪意の種を飲み込んでも真っ白に変えちゃうくらい強いし。それにね、この辛さはタケル君だけのものじゃないから。どういうこと？美穂さんや亡くなったタケル君のお母さんやお父さん、美春ちゃんやしまこさんや大田先生も、もちろん私も、みんなで少しずつ分かち合うものなの。みんなタケル君のことが大好きだから。タケル君はいい格好したいだろうけど、格好悪いタケル君のこともみんな知ってるし大好きだからね。だけどさ、多分今誰よりも君の辛さを受け止めてあげたいと思ってるのは私だよ。ありがとう。あのさ、うん、約束しよう。吉野さんは新入学校に戻った。やけるくん、辛いけど、これは君が成長するためのターニングポイントだよ。ゆっくり向き合おうね。私たちはいつだってそばにいるよ。吉野さんも、きっとね。はい。いつの間にか、大人になってたんだね。そりゃそうだよ。美穂さんだって。私だって。Thank you.
こうしてヘタカタ市での3日間が終わった。なんとか卒業にこぎつけた私は、出雲のとある神社の祭神として迎えられ、天真爛漫、身体創建、会食会民の日々を送っている。たけるくんやみほさんとはしまこさんを通じてしょっちゅう連絡を取っている。たけるくんはあれから大田先生の指導のもとで大学受験資格を取るための勉強中だそうだ。冬休みにはみほさんがたけるくんとみはるちゃんを連れて出雲に遊びに来ることになっている。楽しみだけど心配もある。仕事が忙しくてちょっと運動不足になったのだ。おかげで体重が少し増えた。冬までにはダイエットしてシュッとした姿でみんなに会いたい。特にたけるくんと会うのが何よりの楽しみだ。たけるくんとはみんなには内緒の約束をしているので、それを守ってもらいたいと思う。そうそう、意外だったのは吉川先生が様子見だとかなんとか言って大田先生と一緒に出雲に来たことだ。どういう関係なんだろう、あの二人。こういうのを意外と思ってるようでは縁結びの女神様としてどうなのって思われるかもしれないけど、本当にこればっかりはよくわからない。袖すり合うも多少の縁、つまずく石も縁の端。ひょっとして私はいろんな人のつまずきの石だったかもしれない。つまずかせちゃった人ごめんなさい。でもまあそれもこれもご縁ということで。みんな元気出していくよ。見せ
恋するなななあなたの素敵な笑顔誰にも見せたくないよ僕だけのものさ恋するなななも見せたくないよ僕だけのものさ恋するなな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 恋するなな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 恋するなな な, 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 な夜空の星恋するなな見せたくないよ僕だけのものさ恋するなななな